7月4日天理市の親里ラグビー場で2021年関西大学ラグビー春季トーナメント決勝戦が行われ、天理大学と同志社大学が対戦しました。試合開始直後3分、敵陣5メートルまで攻め込んだ天理はモールから7番亀置がトライを決め先制します。前半7分、同志社にトライとキックを決められ逆転を許した天理。その後15分36分とペナルティーキックで得点を重ねられます。前半終了間際の38分、天理は10番藤田がゴール前10メートルから蹴り出したボールを自身でキャッチしトライ。キックも成功し12対13と1点差で前半を折り返します。後半に入り同志社の攻撃に苦戦を強いられる中、29分、天理は敵陣深くまで攻め込み、モールで5番バカタがトライを返すものの及ばず。最終スコア19対35で敗れた天理は春季トーナメント2位となりました。